車輪に車軸を取り付ける作業の際に検査結果の数値が書き換えられていた問題で国土交通省が JR 東日本に立ち入り検査を行いました24日午前10時ごろ JR 東日本の東京総合車両センターでは国交省の立ち入り検査が行われました JR 東日本によりますと2008年から9年の間 車輪に車軸を取り付ける輪軸の組み立て作業で基準値の範囲内に収まるように検査結果を書き換えていましたこの書き換えはおよそ1187本で行われたということですこのうち76本が基準値を下回っていた輪軸として現在も残っているということです安全性に問題はないとしていますが JR 東日本は今年度中に全てを交換する方針です また24日午前は同様に数値の書き換えを行っていた京王電鉄のグループ会社に立ち入り検査を行い午後にも京王電鉄の本社に入る予定です。